皆さんこんばんは、アキソーサイのコーチです。今日は朝ちょっとですねバタバタしたもんですから収録はできませんでした。今夕方になってやっとちょっと落ち着いてですね、収録やっぱり一日もずっと欠かさずやってきたんで、これで切れちゃいけんのいうことで撮影入りました。実はさっきですねちょっとあるブログを見とったんです。葬儀にこれぐらいお金がかかりましたということで、その人は結構人気のあるブログなんでしょうね。コメントが結構入ってました。やっぱり匿名の方がブログされて、匿名の方がこうハンドルネームで返されておるんですけど、そのコメント欄とその方のブログをこう読ませてもらった時に、例えば葬儀費用がですね、家族だけでやって、小さなお葬式だったけども、小さなお葬式のはその小さなお葬式というブランドがあるんですけどね、ここでされたのかどうか分かりませんが、小さい葬儀をされたから小さなお葬式という表現だったか分かりませんが、約65万ぐらいかかったと、いうことで明細書も、写真でですね、載せられておりました。それに対してうちは80万かかったとか、50万ぐらいかかったとか、なんかいろいろこう葬儀って結構バカならんよね、お寺さんのお世話も解明料も高額じゃしとか、いろんなことがコメントを取ったんですね。実はそういうことってよくあるんです、インターネットの世界では。もし私がですね葬儀屋でなくて全くの素人で、たまたま親が危ないのいうことで、そういう気になることでそういうブログ見とったら、やっぱりいきなり50万とか80万とか60万とかいう金額こうポッと見た時ですね、葬式ってなんぼかかるんじゃろう、一体全体どうなんじゃろう、みんなの声を聞いとったら、えらいなんか葬式屋でぼったくるんじゃろう、お坊さん頼んだらとんでもない金額かかるんじゃろういうふうに思うてじゃろう思うんです。思うていうか自分で思うじゃろう思うんです。そこで皆さんちょっと冷静になってもらいたいのはですね、実は葬儀って、何でもそうですけど、それぞれの葬儀屋さんがやっぱり金額ある程度当然決めとるんですね。いくらでやりましょうか、お宅葬儀どのぐらい考えとってです言うて、お客さんご当家の方聞いてもですね、いやなんぼいるんやらわからんいうのが葬式じゃろうなんですね。これだから、例えばそこで30万ぐらいでどういう葬儀できますかとか、20万じゃったらどうなんですか、50万じゃったらどうですか、80万じゃったらどうですか言ってですね、そういう、オークションじゃないですけど、そういう感じの葬式になるとちょっといかがなもんかなと。それでもね、予算を言うてもらえるんですか、葬儀屋の方としては、私らの方からしたらね、じゃあこの金額じゃったら30万じゃったらこういうことができますよと。ただしお寺さんのお世話とかですね、最低限このぐらい包んでもらえるんですかと、いろいろな、そこで話し合いになるんです。でなかなかですね、お寺さんのお布施と我々の葬儀費用を言って、世間一般の方は一くくりで葬儀費用を思ってるんですけど、お寺さんいうのは全く別なんです。お寺さんは商売じゃないんで、あくまでもお布施なんで、いくら出してください言うて言われるお寺さんもそれは中にはおられんとは言いません。で実際問題、我々葬儀業者の立場としては、お寺さんのある程度決まった相場をやっぱり皆さんにこうお伝えするようになるんです、どうしても。で本当に言ったらお寺さんの方から言うてもらえれば一番ありがたいのを言うて思う時もあるんですけど、なかなかそこのところはお寺さんもですね、やっぱりお布施のは南北礼な言いにくいお寺さんは結構多いんですね。だからお寺さんのお布施のは全く我々からしたら、これ葬儀費用で一くくりにせんとっていうのは正直言ってあるんです。でも世間の人からしたらやっぱそうじゃないですよね。お寺さんも含めて30万とか、お寺さんも含めて50万とか、お寺さん含めて20万言ったら、うわーこれ正直言って葬儀屋で、私らの方がね、葬儀業者の方がものすごくしんどいんです。実際問題ですね、お寺さん含めて30万でやってくれとか言って言われる時あるんです。うわーちょっと待ってくださいって、実はそこで話すんです、実はこうなんですよ言うて、正直にこちら話すんですけど、世間の人なんですね、何を要るんやと、30枚のわしの一月のサラリーよりおいんどという人もおってんです。結構葬儀って30万ぐらいできるんいう人も方やおってんですけど、ほとんどの人がですね、意外とですね、
当事者になった時は結構シビアですよ、お金に対して。やっぱり ある程度自分で描いてる金額があるんでしょうね。それは実際私らが葬儀のプランこうですよって見せた時にですね、表情によっては分かるんです。あれは自分で思うとってんと違うんだのとか、中にはパッと見て、えこんな安できるの葬式っていう人もいます。それからですね、ネットの声でいろいろ50万が高い60万が高いとか、そんなんスタンうちは50万じゃったとか、いろんな声こう出ておりますけど、正直言って私ら葬儀業者ですね、そこのところを見てですね、席はこう取れおるんかいって一概に取れん部分があるんです。実際葬儀になると全くちょっと状況が違うという、今日何を話しておるのかわけわからないになりましたが、葬儀費用についてですね、なかなか世間の方と我々葬儀業者との間で感覚違うと。もう一つはお寺さんのお布施というのは、皆さん一般の方は葬儀費用、まあ葬儀費用なんですよ当然。でも葬儀者からすると、我々に支払ってもらう葬儀の費用とはお寺さんのお布施は別にしてくださいと、全く別物なんですよという、そこの認識のちょっとずれ、それと、まあ葬儀費用が高い安い、これはもう業者によってですね、やっぱりこういうほとんどの業者が今会館自己所有しておりますから、その設備投資におとるやっぱりいろんなですね、かかとリスクのも当然あるんですね。ですから業者の方はなかなか金額がこうどういうのかな、いろいろまちまち、これも出てくる。まあ最後にですね、言うときますが、葬儀の費用というのはですね、要は人数がある程度十何人とか、うちで今12人から多いですけど、そういうふうに確定すると葬儀費用は非常に出しやすいということで、今日ちょっとまとまりにくかったですが、すいません、お聞き苦しかったでしょうが、お許しになってください。以上でございます。